NBC。 山梨や河口湖の名物といえばぶどう、ほうとう、ワインなどありますが、ここでは有名店から隠れ家のような店までご紹介します。今回紹介するのはこちらです。2019年3月にオープンしたばかりの新しいお店、ファテイストにスタイリッシュな内装、鮮魚卸専門の魚商が開いたお店なので魚の鮮度は間違いありません。本格握り寿司と創作寿司ロールをお楽しみください。揚げたての天ぷらを食べられる富士天ぷら伊田店。店内はシックで落ち着いた雰囲気。贅沢に大きなエビが6匹。富士山をモチーフにした盛り付けが外国人の方にも人気で、一番注文が多い料理です。実は中にイクラが隠れています。伊田店では伊田店ライブというものが行われていて、いろんなミュージシャンの方が来られるので、お食事をしながら楽しんでいってください。この花美術館直営のレストランカフェ、オルソンさんのいちご。眩しく浮かぶ太陽いっぱいのオープンテラスは、思わず背伸びしたくなるくらいの開放感。落ち着いた石造りのバーカウンター、ほんわか温かい光を投げるクラシカルな照明、レトロモダンでアダルトな魅力がいっぱいのお店です。上質な甲州ビーフ 100% のハンバーグに、10日間かけてじっくり丁寧に調理した濃厚でまろやかなシェフ秘伝のデミグラスソースがたっぷりかかった極上ハンバーグです。ここに来たらやっぱりイチゴを食べなきゃ絶対損。高原の太陽をいっぱい浴びて、オーラを放つイチゴの中から最高のイチゴだけを毎朝摘み取り、魅惑的なイチゴデザートへと変身。老舗割烹旅館長浜旅館のカフェダイニングさくら。デザイナーによる琉球漆喰に囲まれた癒しの空間の心地よさを存分にご堪能ください。春、菜、草、種、楽、スローな五感を心地よくお楽しみください。富士山麓の新鮮なマスを使い、米粉でカラッと揚げた後、契約農家さんの有機米で炊き込んだ炊き込みご飯です。現在
在パンダニエルは改装中で、2020年7月にオープン予定。改装中の間は富士レイクホテルの1階で販売されています。富士レイクホテルの最上階にあるフランス料理プルミエで提供するパンを皆様に。この思いからパンダニエルを富士レイクホテルの通り沿いのお店としてオープンします。プティポワールはほとりのホテルバンに併設されているカフェです。都内有名店で修行を重ねたパティシエールの手作りのケーキが食べられるお店です。もちろんホテル宿泊者じゃなくてもご利用できます。宝刀研究所は歴史ある宝刀の味の可能性やさらなる新メニューを探求し、美味しいと思うものを純粋な気持ちでお客様にご提供しています。食材においても厳選して使用しております。ここでは手打ち宝刀体験もできます。体験ラボでは面打ちだけでなく宝刀の歴史についても学ぶことができ、郷土文化にも触れることができます。実際に打ってみて食べてみて、五感全体で山梨の郷土料理宝刀という文化を体験してみてください。完成。ふなりという名前の由来は、将棋の歩が一歩ずつ前に進んでいればいつか大きな存在になれるという意味が込められています。ふなりの宝刀は何種もブレンドした奥深い味噌と新鮮な地元野菜、コシが強くもちもちした麺で栄養価も高い、山に囲まれた地域だからこそ味わえる大自然の恵みが詰まっています。川口湖の北岸に位置する味わい豊かな料理、家庭的なもてなしが人気のもみじ亭でございます。好評の宝刀は2年間じっくり寝かせた自家製味噌を使用し、そのコクの深い味わいは食通にも好評です。地元のお客さんだけでなく、釣り人やツーリングのお客さんでにぎわっている丸重。昭和レトロ感のあるお店で、料理はリーズナブル価格でボリューム満点。
江戸の三大そばとも言われる名店、砂場ののれん分け店。12年間本店で修行した店主が毎日手打ちするそばは、信頼できる良質な材料のみを使用。ゆっくり落ち着いた雰囲気の中で、本格そばとサクサクの天ぷらを味わってみてください。川口湖駅より徒歩5分のところにある和牛焼肉よりとも。 A5 ランクの国産和牛をはじめとするよりすぐりのお肉で、最高クラスの贅沢な和牛カルビを筆頭に、ミスジやヒレや座布団といった希少高級部位も各種用意。川口湖にお越しの際は、ぜひ和牛焼肉よりともへお越しください。山梨のワインと A5 ランクの和牛を980円からご用意してお待ちしております。川口湖で本場ドイツの味が楽しめる昭和25年創業の老舗で、県内外の方から長く愛されています。ドイツ国際加工食肉コンテストで金賞2つ、銀賞を1つ獲得。イートインでもテイクアウトも両方できるので、気軽に本格的なドイツの味が楽しめます。川口湖の北岸、大石エリアで収穫された野菜を地元の農家の方が直接販売。山梨のフルーツで作ったジャムや手作りのお土産や富士山団子、ヤマメの塩焼きなども販売しています。全国で大人気店の赤から、プリプリとした食感が特徴の鶏せせり焼きと、名古屋味噌と赤唐辛子をブレンドした秘伝のスープで味わう赤から鍋で、お客様のご来店をお待ちしております。宴会打ち上げにも最適な大部屋も用意してあります。いかがでしたでしょうか。川口湖には美味しいグルメが本当にたくさんありますね。一度に食べ尽くせないので、何度も足を運んでみてはいかがでしょうか。次回は川口湖の観光動画を配信しますので、そちらもお楽しみください。2020年10月頃から
河口湖でも誰でも出場できるワカサギトーナメントが始まります。ぜひ参加してみてください。詳細は追って GOGO NBC のホームページにて発表されます。